I'm watching the Sakura Presents Pyra and Mythra. Oh, I have to say, like, I did not watch it live, so I'm gonna have to. Okay. Anime now. There we go. こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井です。何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまでしっかりご覧になられている方は、この周りを見ておや？と思われるかもしれませんが、今回私の家での一人収録に戻っています。前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在日本には緊急事態宣言が出ています。日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかは、お住まいの地域や国によって異なる影響を受けるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため、一人収録に戻ったということです。またスタッフいません。笑いを返してくれる人もいないという。仕事は普段から完全テレワークですが、ますます人との接触がなくなりましたね。ともあれ、頑張っていきたいと思います。一人で。ではまず最初に、ゼノブレイド2とは、スイッチが出た年である2017年に発売された最新 RPG です。 I'd like to get this game, but still $60. I'm gonna wait until it like lowers down to 40 or something. ブレードであるホムラとそのドライバーになったレックスを中心に進むお話です。戦闘などシステムの理解が難しいところもありますが、分かれば奥が深く、また独創性あふれる世界が山ほど楽しめることと思います。制作はモノリスソフトさん。広大な地形を誇るゼノブレード2の開発当時、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのお手伝いもしていたはずで、どのようにまとめたのだろうと疑問に思える仕事量ですね。そしてホムラは天の聖杯と呼ばれる伝説のブレイド、真に殺されたレックスに命の半分を分け与え、世界樹の上にあるという学園を目指します。光はホムラの中で封印されていたもう一人の人格というより、こちらがオリジナルでホムラは後から形成されたものです。設定からすでに気になる要素満載ですが、詳しくは原作の本編で。簡単に言えばホムラと光はデレとツンですね。どっちがいいの？どっちなの？ Can you just ask us which one to pick as a waifu? Because I think you just did that. ゼノブレード2のコントローラーなんです。すごいですね。例によって開発中のものなので、見た目やバランスが変わるかもしれないです。 So I'm guessing won't be like another week. また今回のプレゼンはキャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、ここもご了承ください。今回は先にステージ紹介をしておきます。専用ステージはアルストの雲海。ゼノブレード2の世界アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣と書く巨大な神のしもべアルスの上で暮らしている世界です。ステージはじっちゃんこと青龍の背中の上をモチーフにしています。最序盤に出る、主人公レックスの家でもあり、本編では青龍の姿は大きく変わることとなります。青龍が雲海を進むのですが、遠景には劇中にも出てくるアルスが登場します。アルスは土地や地方でもあります。アバリティア商会、ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮。グーラ領は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア、アルスの体内に広大な土地を持つ自然主義の列王国。 So the thing about Xenoblade Chronicles is that the two continents are actually like these giant titans fight against each other. ルクスリア王国は
ークが寒冷地の試されている。 This is the map of Xenoblade Chronicles 2. It's like these individual like giant monsters that called Titans, I think it was, is that what he said? They're like are each location in the map. Because that was actually something I did thought of like when I first started Xenoblade Chronicles 2. It was like, is it going to be like the same map as the first game? Two Titans? Like, no, they did something different with the map this time. It still is living entities. Is that could be the thing with Xenoblade? Is that the land is actually a giant monster? メレフとカグツチ、スペルビア帝国の炎の貴公子。ジークとサイカ、ジークビーアルティメットゲーム、いわゆる中二病満載の人ですね。ステージは、青龍の気まぐれが大きな特徴です。首の上げ下げによって起伏が生じたり、背景にアルスが出ると、そちらによそ見をして地形の広さが変わってしまうこともあります。復帰しようとしてる時に振り向かれたりすると助かるものも助からないことがあるんですね。ぎっちゃーんって思わず言っちゃう。よく見ると振り向き前に首を振ったり汽笛が鳴ったり風車の回転が速くなるなどの予兆があります。レックスの家も閉じてますね。なお戦場ステージ終点ステージはこんな形になります。じっちゃんで無理やり戦場化するとニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。ゲーム中にあんまり見ることができないでしょうから、下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして、天板にはこんな感じに模様が入っています。次にファイターのご説明です。ホムラと光がファイターです。なんと主人公であるはずのレックスがファイターではありません。俺が参戦するんじゃないの？聞こえたような。企画段階ではレックスとホムラ光が2人セットで動いて共闘することも考えましたが、だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。このぐらいが限界です。8人対戦なら16人表示になりますね。アイスクライマーもかなり切り詰めてやっと動くのに、ホムラとヒカリはファイターの中では最も複雑なデザインなのでは。見てください、この画数の差。デザインについてはかなりいい造形になっているとは思いますが、原作と少し異なるところがあります。ホムラはここが異なります。ストッキング時になっているところ、ギリギリ通るものにしようと何回も何回も作り直してやっとここに至っています。光はいわゆる多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスピリッツにおいて新たに書き起こしていただいたデザインです。実は逆移植的にゼノブレード2本編でも使うことができます。2人はスマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技でいつでも切り替えることができます。ホムラと光どちらを先行させるのかはファイター選択画面で Y ボタンを押すことで切り替えることができます。次にカラーバリエーションについて、実質2人なのでカラーバリエーションも 2×8 で16種類あります。それぞれセットになっているので自由に組み合わせられるというわけではないのですが、バリエーションが多くより楽しめることと思います。2P カラーは船馬イメージ、 3P はホムラ風光と光風ホムラ、原作にもありました。 4P は猫耳パーカーイメージのホムラとニアイメージの光、 5P はダークカラー、ヴィラン風にしてみました。 6P はトリコロール、旅客機のような爽やかなユニフォームです。 7P はリアルタイプというとなんだけど色合いを極端にしてみた版。 8P はゴールド&シルバー、プラチナでもか。 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。ただ 3P に限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、
下のインフォを見ればお顔でバレバレであるということはお伝えしておきます。I have to say, Pyro looks good as a blonde. 2社の違いは、簡単に言えばパワー型のホムラと、スピード型の光ということになります。運動性能はこれぐらい異なります。普通の歩きもやっぱり光の方が速い。ジャンプのスピードなんかもだいぶ光の方が速いと言えますね。同じ時間だったら回数繰り返しできちゃう。さらに個別の特徴を増す特殊性能があります。ホムラはフレアスマッシュ、もともとパワー型ですが、横スマッシュ攻撃が格別に強くなっています。ダメージも大きいし、よく吹っ飛ぶ。当然隙は大きいですが、多人数ランクでラッキーパンチを狙ってブンブン振るのも良いのでは。光は因果率予測。回避の出来は本来ならダメージを受けるタイミングで因果率予測を発動させ、ダメージ軽減とわずかなスロー効果が得られる技です。狙って出し続けるのは難しいかもしれないけど、純粋に回避が優遇されて、反撃のチャンスを生むことができます。こうしたらもう隙だらけという。ベヨネッタのバッドウィズインと似てますね。次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり、通常技の対術はおおむね同じですが、ここでもスピードとパワーが異なります。同じ技を使った場合、光の方が素早く出るし、ホムラの方が威力が高いです。リーチはホムラの方が少し長い傾向ありますかね。比較してみると技のスピードはかなり異なりますね。こりゃ光を使うでしょうなんて思うかもしれませんが、蓄積ダメージに注目してください。同じ技でも威力はこんなにも違います。こりゃホムラを使うしかないよねとか思うかもしれません。攻撃力アップの比率が決まってるわけではなくて、各技ごとに設定されています。もちろんどちらが強いのかは戦局や戦略、 So I might have to experiment with the two to see which one I like better when it comes to fighting。ただずっとチェンジしていなくてもデメリットはないので、同じ方を使い続けるというのも立派な戦略です。弱攻撃は単発で止めるとアッパースイング、連打で100列、ほぼ全ての技がそうです。 Although I have to say I do like blondes, but didn't I just say that blonde pyro is a thing? ダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく、ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。強攻撃、光のスピードは連打もでき、牽制やお手玉に向きます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。特に光の強攻撃下は相手や蓄積ダメージ次第ですが、かなり多くの技がつながりそうです。そしてスマッシュ攻撃、先ほども触れたようにホムラの横スマッシュ攻撃は格別です。製品版では調整されるかもしれませんが、同じ体力ためらしでもこれぐらいの落差があります。もう最大ためなら 20% からの撃墜もできるかもしれません。うーん、してそう簡単に食らうわけないですけどね。隙は非常にでかいので気をつけましょう。食らわないんかい。じゃあやります、やります。Well, she's similar to Byleth when Byleth does the down B. Smash 攻撃は光は連続ヒット、ホムラはだいたい一撃。But still down B, which changes between Pyro and Mithra. どちらも からヒットすることができます。Was that the side A or something? Smash 攻撃は左右同時攻撃。やはり攻撃速度には大きな差がありますね。通常空中攻撃もホムラは単発。光は連続ヒットという差がありますね。吹っ飛んだ後のコンボのしやすさなんかも随分異なってくると思います。前空中、後ろ空中、上空中と空中制御にも大きな差がありますから、攻撃の当てやすさなどは光が勝ることと思います。ただやっぱり威力が違います。手数で勝ってもダメージで負けることは少なくないでしょうね。次に下空中攻撃、下空中攻撃はホムラにだけメテオがあります。
広くて開けやすいですが、復旧は弱めなので追撃にはご注意。崖外への追撃は光の方が速いので追撃しやすいという考え方もありますし、田村の方がより吹っ飛ばすので撃墜しやすいという考え方ももちろんあります。つかみにも事実上の落差があります。光の方が素早いため前を詰めてつかみやすいですね。外れても素早ければリスクを抑えられることでしょう。反面威力は小村の方が大きいです。前投げ、後ろ投げ、上投げ、そして下投げ、それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。次に必殺技の説明です。下必殺技はチェンジだから通常、横、上必殺技の3種ずつ、ホムラと光で6通りです。それぞれ原作の必殺技をモチーフにしています。原作の映像を含めながら交互にご紹介したいと思います。ホムラの通常必殺技はフレームノバ、剣を周囲に回転させる技です。こちらがスマブラ版、ボタンを長押しして貯めると回転数と威力が上がります。左右同時攻撃なので PK fired that bitches、 いわゆるめくりもしやすいです。そしてしっかり貯めれば相手を撃墜できるほどに威力が高い。ジャンプして貯めながら近づくのも有効です。なお溜めをキャンセルしたり無理することはできません。出せば必ず出てしまう。地上でもごくわずかに左右移動できます。これはおまけ程度ではありますが、シールドされたら相手から少しでも離れることをお勧めします。光の通常必殺技はライトニングバスター、連続で斬撃を繰り出します。スマブラ版は同じように長押しして溜められる連続斬撃です。ホムラとの大きな違いは前方に集中した攻撃であること。また溜めることでリーチが伸びます。最大まで溜まると斬撃が1回増えます。これ通常、これ最大。一応無敵も生じます。バランス調整中なのでどれだけ有効なのかはまだ未知数ですけどね。ホムラの横必殺技ブレイズエンド、剣を投げ飛ばし連続ヒットさせます。スマブラ版は少し変わった飛び道具です。スマッシュ入力により飛距離を変えることができます。これスマッシュない版、こっちある版。スマッシュ入力でも威力は大差ないけど、クリーンヒットとかすってヒットでは結果的にダメージが変わります。最大の特徴は剣を投げた後にホムラ本体を操作できること。剣がないため攻撃はできませんが、歩行や走行、ジャンプ、シールド、回避などが使えます。剣を受け取るときに隙ができるのでご注意。復帰措置を遮るのにも使えますが気をつけて。剣を投げているので上必殺技などに戻ることはできません。空中ジャンプと空中回避で崖が届くときのみ使ってください。一応反射もできます。光の横必殺技フォトンエッジ、ワープしながら無数の斬撃を繰り出します。スマブラ版はワープしながら突進することができます。性質はセフィロスの八頭一戦にも似ていますが、移動は横方向だけです。ホムラと異なりスマッシュ入力などもありません。どさくさに紛れて出すとなかなか対処しにくく頼りになります。反面隙はでかいのでご注意。復帰にも使えます。仮にホムラでやられても変身して使えばいいでしょう。攻撃範囲が広いですが、対処するには素直に攻撃するとか、I'm starting to think Mithra is better. 素直にシールドして攻撃後を狙うのが良いと。なお崖際から少し離して使えばとどまってくれます。崖に近すぎると落ちちゃうので要注意。ホムラの上必殺技プロミネンスリボルト、大きな火柱を上げる技です。
スマブラ版はジャンプして着地時大きな火柱を上げます。もちろん復帰に使う技ですが、吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので撃墜に使うことだってできます。出だし際に切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃よりも早く出るので確実に当てられるなら攻撃としても有効ですね。もちろんコンボを狙うのもありです。なおわずかに前後移動できます。光の上必殺技パニッシュメントレイ、ジャンプから砲弾を放つ技。スマブラ版は切り上げ上昇後地面に対して砲弾を射撃します。光の必殺技上は実はもう一種類あります。上昇中ボタンを押し続けるか連打するとレインボーダストになります。レインボーダストは原作ゼノブレード2のダウンロードコンテンツ黄金の国イーラにおいて登場した必殺技ですね。パニッシュメントレイは強い弾を一発、レインボーダストは扇状に弾を5発発射します。復帰阻止に使うならパニッシュメントレイの方が飛距離はあります。直接のダメージソースにするならレインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの弾を当てられる場合ですけどね。なおそれぞれ反射をすることができます。レインボーダストは跳ね返したそれぞれの弾が光方向に返っていきます。そして散々出ていますが下必殺技はチェンジです。正確には光チェンジ、ホムラチェンジと言います。高速切り替え可能です。変身時わずかに無敵が発生するので回避のように使えないこともないですという。最後の切り札もホムラと光で異なります。ホムラの切り札はバーニングソード、謎の着地。これをスマブラ流にするとこうなります。謎の着地も再現。続いて光の切り札はセイクリッドアロー。これがスマブラ版です。簡単に分別すればバーニングソードは撃墜重視、セイクリッドアローはダメージ重視です。まず最初の攻撃で Pyro Smash have to do with Pyro? レックスが発動していますね。最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。セイクリッドアローは各弾で判定を持っているので体の大きさや当たりどころによってダメージが変わります。まあ、撃墜したい場合はホムラ、ダメージを与えたい場合は光を使うというふうに覚えています。 Seriously, people want the final smash to take out an opponent, not just do damage.If I'm going to use Pyro Smash, I might as well use Pyro. いつも両方使えるんだから、戦局によってどんどん切り替えて利点を押し付ける運用をすればいいと。逆に欠点が引き立たないようにしましょう。まあスタンダードな使い方としては、序盤で光を使って相手のダメージを Yeah, you might as well. とどめを刺す方法。余裕があるときはホムラで、ピンチのときには光で攪乱する方法。最初から最後までホムラを使ったり、光を使ったりで通す方法もあります。おおむねこのような運用になるのではという予想はあるのですが、それを上回っていろんなことをしてくれることに期待しています。楽しんでください。私はどちらかというとホムラの方が好きかな。あ、ファイターの話ですよ。 Sure we are. やっぱりホムラ。いや、ファイターの話ですからね。その登場についても触れておきます。光の応援にしばしば登場します。まず登場シーン。最後の切り札では発動時に上切り下切りの違いがあります。範囲はあまり変わりません。そして上アピール。レックスがやることは同じですが、ホムラと光が接する態度が少し違います。
勝利画面でも登場します。コモラと光で3つずつの勝利パターンに2つずつ出ています。ちなみにコモラと光は試合終了時の姿が勝利画面に判明されます。なおファイターパスボロワンを買うとレックスのミーファイターコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2では Yeah, okay. Yeah, that's what I thought. カービィコピーもコムラと光で異なります。使えるのはフレームの場とライトニングバスター、一粒で二度おいしいということになりますけれど、ところでカービィのコピー能力の全てがそうなんですけど、コピーするとその技はオリジナルより強くなります。蓄積ダメージに注目してください。コピーする手間や自分で選べない必殺技である分、攻撃力を上乗せしているわけです。広く知られていないのでプッシュしてみました。ちなみにホムラの場合、最大ためにもなると、こんなにも破壊力が高くなります。So Curry is much more destructive. Okay. 実践に移りたいと思います。はい、今回は団体戦で行ってみようと思います。相手は参戦ムービーでホムラをいじめていた3人組。こっちも3人組ってことになりますけど、そんなことあるか。これはやっぱりホムラ光をプレゼンしないとしょうがないですからね。3対1でなんとかする。いや、3対2なのか。ちょっとあれですね、普通よりも必殺技多めでいってみましょう。ちゃんと振り向きをしてね。お、危ないよ、そんなことやってると。これっちゃうよ。実はね、コンピューターもちゃんと混乱するんですよ。まあこういう場合は。You should throw the bush when you have a chance. このもういらん。と。CPU players are immune to the mushroom. 嫌でしょ、こういうの。よしよし。おっと、いけねえ、ぶつかった。殺技を。もうこのままフィニッシュしちゃいたいな。こんなにダメージ与えると大変なんで、あいつに。まあ序盤は光でってのはセオリーで。おっとっと、いかんね。刃物は飛び道具。開いてしまった。こうやって方もできます。下にも貫通します。これ打っちゃおうかな。パコー、よしよし。Can you win? おっと、これは差し合いでは負けちゃうよ。あと蓄積ダメージ 100% だからもうほとんど食らえないね。でも必殺技はちゃんと使ってこう。これキャリア付きだね。Our name is Hamura and Hikari. Is that their Japanese names? 危ない危ない。お、いいところでたまりましたね。これ相手がゼロだから、どちらかというと光でダメージ重視にしたい。そりゃようこそですね。ようこそようこそ。でも体細いしな、そんなに高いダメージにはならんかもしれませんが、こんなもんいらん。殺技無駄に投函。うん、そろそろやばいよ、こっちもあっちも。そりゃ来ないよね、来ないよね。これでどう。よし、これで決まったら気持ちいいぞ。決まったらね、今だ。うわー、今だ。あー、ミス。おー、かわしてる。ポケモン。ここでモンスターボールでフィニッシュ中はないよな。よー、ナイス。ああ、You almost lost there. はい、無事に勝つことができました。ちなみに CP レベルは8ですね。はい、お疲れ様でした。
次に音楽です。サウンドはゼノブレードシリーズということになりますから、すでにガウルヘーゲンに実装されている音楽と合わせられます。追加される楽曲はご覧の通り、なんと16曲追加です。ゼノブレード2の曲は最初から3曲入って、There's actually a couple songs from the first game I do want. ゼノブレードシリーズの曲は27曲になります。Like Mekana's Field, that's a song I wanted in Smash. Especially if it was a remix. アルストの雲海ではゼノブレードの曲が主題で、オープンに設定されるようになりました。アップデートの際、俺曲セレクトの確率が変わっていることと思いますので、好きな曲を再調整していただければ幸いです。なお、勝利ファンファーレは戦闘曲から織り込んでいます。特典のスピリッツボードも入っています。実はもともとレックス、ニア、トラ、ハナジエース、メレフ、ジークのスピリッツは製品版に実装していました。ただし BGM をゼノブレード2のものに置き換えたりしています。またハナジエースは実は召喚で得られるスピリットだったのでお題なかったんですね。それ新たに戦えるようにしています。新たに足されたのはシン、メツ、ラウラ、マルベーニーと誰か。I'm guessing that last one is a spoiler. かかってるのはプネウマです。原作の終盤に出てきます。スマブラをきっかけに原作を遊ぶという人も割と多いですから隠してみました。が、プネウマって大事なキャラなのに公式アートワークが存在しないみたいなんですよね。でもこのスピリッツにはなぜか絵があります。これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた斉藤正嗣さんが書き下ろし、モノリソフトさんが仕上げてくださっています。尊いっていうのはこういうことを言うんですかね。感謝しています。それとレックスをレベル99にするとマスタードライバー上昇化できるようになります。 That's another spoiler right there. 終盤の展開を含むので念のためにモザイクをかけておきましょうかね。ミーファイターのご紹介です。4体います。こちらをどうぞ。 4? Just 4? Monster Hunter. There's a rumor going on that Monster Hunter is going to be the last character. What was it? Concert Theory? But if that's not the, it's like, if that's not the case... They don't have Lloyd as a Tales of character. Yeah, there's a rumor that Monster Hunter was going to be the last character, and that these costumes were going to be with that. But if that's not going to be the case, then it kind of makes you wonder who the last character is. But you know, that's concert theory. なぜかここに来てカプコン祭ゆかりのものが増えましたが、これはモンスターハンターライズの発売が近いからですね。He said it.ゲーム内でリオレウスとも戦わすことができます。魔界村の新作も出るそうでびっくりです。そして肝心の配信日についてです。3月5日に配信予定です。 Oh, launch today. 通があればそのまんま受け取り可能。 You say that, でも購入 you say that, but what if I'm gonna look at my Switch? 最後に余談です。すでに参戦ムービーが公開されていますよね。ご覧いただけましたでしょうか。If I turn my Switch and it's not there. 参戦ムービーはスマブラ4から始まっている。今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう。実は唯一私が考えていないムービーなんですね。参戦ムービーはいつも私が台本を書くところからスタートします。それを土台に CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは
最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。ゼノブレード2をプレイした時、その実機ムービーの質素量、そして完成度に驚きました。そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりであろうと考えたわけです。おかげで原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く良いものができたと思っています。どうもありがとうございます。もちろん CG に対していくばくかの監修は行っていますが、いつもよりずっとソフトです。ゲームパート制作はいつものようにスマブラ開発チームで、ゲームパートのセリフは私が考えています。最後の効果音付けまで監修するので、 CG パート以外の制作は変わらないですけどね。ファンに喜ばしいものになっていただければ幸いです。個人的にはキャラクター性もあって華々しくて良いと思っています。それと今回手前にフィギュアがありますね。これもちろんアミーゴじゃないですけれども、非常に良いですね。私は参戦ファイターが決まると、こういった立体物を買い求め、モデル班に渡して制作の参考にしてもらったりします。立体物は必ずしもゲーム設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏とか。オフィスの私の席には多くのフィギュアを置いているところがあります。未発表のファイターのフィギュアは念のために鍵付きの棚に隠していたりもしましたが、何より今はもうオフィスには買えない状況ですね。けれど頑張っていきたいと思います。そして I hope they release the other heroes as figures, because the one hero I have is looking kind of lonely. I want to get the other heroes as amiibo. 次回をお楽しみ。次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。それでは次回お会いしましょう。さよなら。There's five more minutes left. Why?Let me fast forward a bit here. Is it just 5 minutes of nothing? I guess so. So I'm going to call it a day. If there's anyone watching, like the video, please subscribe and have a nice day. Bye.